自由反ザ都市リューベックは、1226年から1937年にかけて存在した、神聖ローマ帝国、ライン同盟、ドイツ連邦、北ドイツ連邦、ドイツ国の自由都市である。領域は、現在のシュレースビヒホルシュタイン州及び、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州の一部に相当する。1226年、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は、 リューベックを帝国自由都市と宣言した。14世紀にリューベックはハンザ同盟の女王となり、同盟の名手となった。リューベックは1803年の帝国代表社会議主要決議において、帝国自由都市の地位を改めて認められた。その後、1806年の新生ローマ帝国解体により、 主権国家となるが、ナポレオン戦争に巻き込まれ、1811年から1813年まで、フランス帝国に併合される。リューベックは、ナポレオンの没落に伴い1813年に、独立を回復し、1815年のウィーン会議では、リューベックの独立を再確認され、ドイツ連邦に加盟して、自由犯座として認められた。 1867年には北ドイツ連邦に加盟し、1871年のドイツ帝国成立に伴い、同国の州となる。バイマル共和国時代も州の地位を保ったが、ナチス政権下で行われた強制的同質化によって、行政府と市議会は国家社会主義ドイツ労働者等の支配下に置かれ、1935年までに自治権が停止された。 1937年4月1日に交付された大ハンブルク法によってリューベックはプロイセン自由州に並行され同州の俗州であるシュレースビヒホルシュタイン州に編入されて都市州としての地位を創出した第二次世界大戦後の1947年にプロイセン自由州が解体されるとリューベックは単独の連邦州となったシュレースビヒホルシュタイン州に帰属することになった この帰属決定に対し、リューベックの都市州としての地位を回復する運動がなされたが、この運動は1956年に連邦憲法裁判所が下したリューベック判決により、頓挫している。ありがとうございます。